こんにちは。子供パイソンチャレンジ。えー、9回かな前回の続きをやりましょう。はい。えー、前回どこまで行ったかというと、えー、足し算ゲーム仕上げましたね。5回回して、1から99までの足し算を2つややって、で最後に得点を表示。まあ、答え合わせ。まあ、これでは本当のえっと形式だけなので、じゃあちょっと一応やっておきましょうか。えー 間違えたときとか、あったときに、えー、答えを書くというような感じでしたね。えー、っと、ここですね。まあ、少し書き方を良くすればいいと思います。例えば、ここの、えー、ここをですね、正解のときに、正解、まあいいか、日本語にしましょうか。正解。えー 例えば、X プラス Y は、は、そうですね。正解です。まあ、こんなことを書いてみましょうか。そうですね。それから、えー、 こっちをこう直して、こう、こうか。まあこ、こう、これを間違いの方には入れればいいですね。えー、っと、ここだけ直すべきか。こう、全部直しちゃいましょうか。まあ、親切に間違いです。間違い。 誤りです。まあ、こんな感じ。よし、これでいいかな。ちょっとはや高速早く単数で3問にしましょうか。はい。で、えー、よいしょ。ね。87、39。いくつだあ、なんか大変だな。じゃあここで間違えましょうか。999. 誤り。87たす39は126です。 34たす 80. あ、これはできそうですね。1百十1 4かな。よい,いでしょう。正解。あ、これも間違えましたね。えー、正解の方に F を間違えてました。こうか。えー、ちょっとこれ、間違えたので、えー、まあ、いいでしょうね。正解の、ここの F を間違えてましたけどまあ、後でやってみてください。はい、以上です。そしたら、えっ、ー、と、これは、 コントロール A、コントロール S で比較保存して、もうこれはもう閉じちゃっていいですけど、新たにやりましょう。えー、っと、ノートブックを新規作成。今日から新しいやつですから、ノートブックを新規作成します。それで、じゃあ名前は EX2 にしましょうか。エクササイズ2ですね。 えー、ex2.OK?、Okay? それで接続して。さて、今日はタートルグラフィックスというので、えー、絵を描きます。最初に何を描くかですけど、ちょっと長いので、これは、あの、下の概要欄にある文字列をまずは貼ってください。えー、私も、これで、えー、アンチョコからコピーします。ね。こういうふうに。 えー、下の概要欄にある文字列をそのままコピーしてペーストしてください。これが、えー、一番最初にやるおまじないです。で、これを実行するとですね、ちょっといろいろごちゃ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 出てきますけど、まあだいたいうまくいくはずです。いいですね。で、終わったらば、これでカメさんが出てきました。面白いね。よし、やってみましょう。ここでボックスコードをいくつか作っといて、 まずどこからだはい。初めてのタートル。準備、概要欄からコピーペースト。いいですね。はい。まず直線を引く。フォーワードという、えー、命令を使います。これもちょっとよく見ながら映してください。t ドットフォワード2 0 0ですから t ドットフォワード2 0 0よし。これで実行してみよう。よいしょ。 はい。ね。さっきに比べてカメ、ここにいたカメさんが、ここへ進んだのがわかりますね。こういうふうに、これ200の長さ。200だけ前へ進むことになります。から、左へ直角に曲がって、また同じ線を引く。ああ、なんかわかるね。どうしようか。ここの後についちゃうかい左へ曲がる、レフト。90度。で、 同じ線をまた引くだから、これをコピーして、この後ろに。あ、そっか。ちょっとここじゃない方がいいな。そして、また1から始めたいので、この上のボックスから、この最後の、これ、t.initializeTurtle。これをコピーして、この一番最初に持ってきてください。こうやると、 えー、画面がクリアされて、200上に行って、左へ曲がって、また200行こと言います。実行してみましょう。実行してみますよ。はい。はい。いいね。クリアされて、初期化されて、200行って、最初にカメさんは上向いてます。200行って、左へ曲がって、200行く。できましたね。OK です。ということで、 4回繰り返して、正方形。じゃあ、これを、あ、どうしようか。これを、あと、2回やればいいのか。こう、こうか。これで足りできるはずかな。よいしょ。できた。いいですね。こういうふうにやっとくと、えー、上行って、 200ずつの四角形を書くことができました。いいですね。90度曲がるって面白いよね。OK です。じゃあ、今日はこれでおしまい。なんか早いね。ちょっと、そう、最初に初期化しましたね。最後に、真右を向く。あ、そっか。これ指示あったね。最後に、真右を向くを付け加えなきゃいけない。だから、この終わった後で、書き終わった後で、 右を向く、ライト、90度。まあ、右ですから、90度。ちょっとさっきとの違いを見てください。今、今、ここのメさんは、こっちを向いてますね。でも、これを実行してやると、で、こうやって、こうやって、最後、下向いてますよね。まあ、右を見たところです。ということで、こういうふうに、このライトとレフトで亀の向く方向をその時、変えることができるわけですね。 OK。宿題。続けて。これに後で一遍150の正三角形を書こうという問題です。さて、ちょっと考えよう。103、正三角形はどうやって書けるんでしょうね。これちょっと面白いね。ちょっと考えてみようか。今、ここ直線を書いて、 90度曲がったらば、正方形が書けましたね。正三角形が書きたかったらどうするんだろうね。例えば、こう言って、正三角形ってどんな形こんな形だね。そう。そしたら、実はカメは最初ここを向いてるわけだから、何度左へ向いたらこの角度になるか。わかるよねね。 正三角形っていうのは、ま、あこの形はあんまり見たことないかもしれないけど、お、なんかってうわけか正。正三角形ってのはこう、<laughs> 汚いですね。こういう三角形です。三辺が等しいわけですよね。ですから、この角度は何度曲がったらいいでしょう。はい、これを書きながら、考えながら、次までに三角形を。あと、もちろん、あれですね。何回、 何回弾けばいいか違いますよね。その二つのことに注意しながら、それでかつ一辺が150って言ってたね。150。まあ、このことも覚えながら、えー、続けて、あれに続けてですからね。えー、つまり四角形を書いて、右、真右を向いた後、これをやると。このことをちょっとやってみてください。はい。じゃあ今日はここまでにきましょう。この次、一緒にまた面白い絵を描きましょう。 じゃあ終わります。さよなら。